こんばんは。水曜の白のお時間です。最近コンタクトにいたしました私水白ですが、普段はもうおこたを出し、ゲームで疲れた目をおこたに顔を突っ込むことでじんわりと温め目を癒しております。秋風が爽やかに感じられるこの季節、皆様はいかがお過ごしでしょうか。日増しに寒さも強まってまいりましたね。しっかりとした防寒と睡眠やバランスの取れた食事をとるなど、健康管理にも気を配っていきましょう。さて、少しご無沙汰となりました。本日は2回目のカミカミアナウンスに挑戦していきたいと思います。カミカミアナウンスといえど噛みませんので、カミカミアナウンスになる予定だったものと呼んでいきましょう。カミカミアナウンスになる予定だったものとは、言いづらい言葉をニュース原稿風にアレンジした文章です。今ろれつがやや怪しかったのは空腹だからです。仕方ありませんね。ということで、カミカミアナウンスになる予定だったものですが、お安いご用ですわ。まあ、私の予想では、噛む回数はそう、ゼロですわ。では早速、挑戦してまいります。それでは、最初のニュースです。ペラ？連日テレビで取り沙汰されたエステティシャン愛用加湿器の発売に、老若男女が長蛇の列を作りました。それでは次のニュースです。ペラー。今日高跳び大会が大阪市で開催されました。高跳び大会で優勝したのは高田貴俊さんの息子で高田貴俊さん5歳でした。続いてのニュースです。ペラー。シャー少佐主催の新春春春春春春読めないの。シャー少佐主催の新春シャンソン歌手による新春シャンソンショーが始まりました。新州出身のシャンソンシンガーも乱入し、部屋にはポリエチレンテレフタラート製のボトルに入った赤レゼルブ、白レゼルブ、ロゼレゼルブがあり、乾杯をしました。しまったんなっちゃった。それ以外は何もなかったけど次のニュースです。神出鬼没の旅客機で密室入国を繰り返していたバカなカピバラをグラナダなのだぞと痛烈に批判しました。一方、ゴルバチョフ書記長に送った調査書には、やろうコロラドのネタなと書かれており、高所作業者の車窓マサチドブロレルジョ、ね、全然読めてない全体的に。なぜなら空腹だから仕方ないのかよ。神出鬼没の旅客機で密室入国を繰り返していたバカなカピバラをグラナダなのだぞと痛烈に批判しました。一方、ゴルバチョフ書記長に送った調査書には、やろうコロラドの出だなと書かれており、高所作業者の車窓清掃の仕業だったことが判明。なお、シャーショーさんの肩たたき機が本当にシャーショーさんの肩たたき機だったのか、シャーショーさんの肩たたき機のようなトリンダード・トバコさんの生バナナだったのか、詳細を調査中です。ピピー、今日はカミカミアナウンスになる予定だったものに挑戦してみましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひトライしてみてくださいね。お腹空いてるからね。お腹が空いてるということが良くない。空腹だからお腹鳴っちゃうから注意がそがれるわけ。わかる？本日もご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、シロちゃんのカミカミアナウンスは饒舌だったな。喋ってないです。私じゃないです。皆さんの声が動画に入ってしまいました。私じゃないですわ。今日もご視聴ありがとうございました。パクン、ご飯食べよう。